皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と伊沢です。本日はですね、タイトルにもある通り、たった4冊でここからマーチの合格を狙うことができる英語長文の厳選ルートをですね、皆さんにご紹介していければと思います。なるほど。やっぱ夏以降とかですよね、から英語長文1から始めますっていうと、やっぱ世間にはいっぱいいらっしゃるというところ で、ただね、ネットとかに載ってるルートを全部やってるってなると、過去問演習いつ入れるのとか、やらないといけない参考書多すぎてちょっとモチベーション下がってしまうとかもね、結構いらっしゃると思うんですよね。そういう方に向けてですね、本日はもうレベル順にですね4冊に絞ってきまして、でまあこういう方針でやってほしいよとか、こういう能力が培えますよっていうところも含めてですね、ご紹介していければと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、やっていきましょう。また現在逆転コーチングでは、ここからマーチに逆転合格するための勉強計画を無料で作成しております。こちらの動画の概要欄の公式 LINE を追加していただいて、無料受験コーチング希望とお送りいただけますと、毎月枠数限定で実施している無料受験コーチングに参加することができますので、そちらでですね、個別でカスタマイズして受験のプロが一緒に勉強計画作成しますので、ぜひお気軽にですね追加いただければと思います。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。それでは早速入っていきましょうか。はい、では1冊目、こちらまず何からやっていけばいいでしょうか。ズバリ1冊目ですね。はい、これはね、ソリューションの1をおすすめしたいなと思ってます。うん、これはもうね、1冊目にしては素晴らしい参考書ですよね。そうですよね。はい、中身の構成、紹介してもらってもいいですか。うん、はい、こちらソリューションの特徴としましては、やっぱり長文が短いということで、やっぱ1冊目にね適していますし、まず1冊目は長文にしっかり慣れていく必要あるじゃないですか。こちら短いですし、解説も丁寧なので、まず1冊目にはすごい適しているかなと思いますね。そうですよね。はい、でまあ音読もしやすい形だし、解説も丁寧っていうところ、かつですね、短めの文章で難易度としても高くないところではありますので、一冊目としては結構ベストに近いかなと思ってます。はい、またですね、まあ一冊目ということで、結構丁寧にやってほしくて、まあ、短いので全文で、ね、まず SVOC 振ってみてもいいかなと思ってまして、そこで訳せない部分は解釈に戻ったりとか文法に戻ったりとか、しっかり自分の苦手な範囲潰せることができると思うんで、短いんで時間があれば SVOC 全文振ってみるのもいいかもしれないですね。そうですね。はい、やっぱこの一冊目をやってまあ、レベルとか時期っていうことはですね、まだそこまで長文にも慣れてないですし、単語とか文法解釈もちろん大事なので、まあ、やってほしいんですけど、解釈もそこまで仕上がってるわけではないと思いますので、そういうね、解釈の練習っていう意味も含めて SVOC 振ってみたりするのもいいかなと思いますよ。はい、ということで1冊目はソリューションの1位です。ソリューション1では2冊目こちらなんですかね。こちらも王道なんですけども、ルールズの2ですね。いいですね。はい、ソリューションとルールズって、まあ、何が違うのってこう思ったりする人もいると思うんですよ。ソリューションとルールズの違いって何か皆さんにご説明いただいてもいいですか。はい、まあ、今まで多分単語文法解釈しっかりやってきたと思うんですけど、それが固まっていればしっかり文章を読むことはできると思うんですが、次の問題を解くっていうプロセスですね、これをするためのコツだったり、まあ、ルールみたいなところをしっかり解説してくれてるのがルールズですね。なるほど。はい、まあ、ソリューションも解説はめっちゃ丁寧なんですけど、解き方自体を身につけていくというよりは、なんでこの答えになるのかっていうのをきちんと理解させてくれる丁寧さっていう方向性ではあるので、はい、この2冊の目的としてはですね、ソリューション1ではまず長文に慣れましょうっていうところが大事、で2冊目で解き方を学んでいきましょうっていうために、このルールズにっていう順番にさせてもらいましたね。はい、ルールズにもですね、同じく解説はすごく丁寧なので、ソリューションルールズ含めですね、音読しやすい構成になっているので、ぜひ音読してほしいなと思います。音声ダウンロードもスマホでできるので、ぜひ音読化してほしいですね。そうですね。はい、では3つ目こちらなんですかね。3冊目がですね、ぐんぐん読める英語長文のベーシックレベルです。まあ、ぐんぐん読める英語長文ね、最近すごく人気の赤色の参考書なんですけれども、ベーシックって聞くとね、簡単なんじゃないのって思うと思いますし、確かにこの参考書ね、ベーシックスタンダードアドバンスの3冊構成なんですけれども、聞くとね、ルールズ1とかそういう人1レベルじゃないかと思うと思うんですけど、意外と難しいですっていうところがありまして、ベーシックなんですけど基礎を超えているぐらいのレベルですね。レベル感で言うと共通テストよりもやや難しいぐらいの英文が結構詰まってわたりはするので、なるほど、ルールズによりもちょっと難しいか、人によっては同じぐらいに感じるぐらいのレベル感になってますというところで、ではこの3冊目のぐんぐんの目的としましては、ここでスピードを意識していきましょうっていうところ、3冊目ですね。1冊目で慣れて、2冊目で解き方を学んで、3冊目でスピードも意識していきましょうっていうために、このぐんぐんを採用させていただいたんですけれども、この参考書ですね、1分間で自分が何単語くらい読めているのかっていうのを測定できるようになってるんですよね。お、今までにないような参考書ですね。そうなんですよ。はい、で、まあ、目標はこのラインですよとかも決めてくれているので、受験勉強を夏頃から始めた人とか、部活引退
してから始めた人とかに関して言うとね、スピードっていうのはまだ全然足りないとは思うんですよね。やっぱ丁寧に単語文法解釈、この長文1、2冊目やっても、共通テストとか解いても時間足りないし、過去問試しに解いてみても全然時間足りないってなっちゃうかなと思うんですよね。でそういう人のために結構ぐんぐん読める、どんどん回していただきたくて、これはねソリューションとかルールズのような英語長文というよりは結構速読熟語とかに近かったりもするんですよね。感覚としては結構文章をどんどん回していきましょう、はい、音読してスピード上げていきましょうっていうような方針でもあったりもするので、この3冊目やり込んでいただければスピードってとこもついてくるかなと思います。じゃあこの3つで今精読力、速読力、まあ、問題を解くプロセス、この3つ身につけられそうですね、うん、そうですね、はい、まあ、言うはやすしみたいなところがあって、この3冊をね一周さっとやったらすぐ読めるようになるかっていうと、もちろんそんなことはないです、正直、うん、なので他の英語長文触れる必要もあると思いますし、先ほどから言ってるんですけど単語や熟語解釈みたいなところもねきちんと詰めないといけないんですけど、長文としては結構いい3冊に詰まってるかなと思います、うん、はい、ではラスト4冊目、はい、じゃあ何ですかね。こちらがですねルールズの3ですね。やっぱ本番レベルの難易度の問題に慣れていこうよっていうところで、うん、はい、ルールズさんはね基本的に今マーチからマーチ上位ぐらいの難易度になっていますので、うん、ここで初めて皆さんが目指しているような志望校のレベルのようなね英語長文をきちんと解き方学んでいこうぜっていうのがルールズさんになっているので、うん、強度の高い文章の読み方や解き方身につけられる一冊かなと思います。このルールズさん、うん、載ってる英文もいいですし、うん、音読もしやすいですし、最後の一冊としては結構いい参考書だなと思いますね。そうですね、はい、やっぱルールズさんをやりきっているかどうかってね、うん、結構長文読む力変わるなっていう感覚をやっぱたくさんの生徒さんとか見てても思うんですよね、はい、なので皆さんもぜひですねルールズさんまでしっかり仕上げていただいて、うん、であとはもう過去問どんどん回していただければいいかなとは思いますので、はい、うん、この4冊に今回は厳選してきました。はい、いいですね、はい、まあ、1ヶ月で4冊バッてやったらすぐ身につくかっていうと、うん、まあ、先ほども言った通りそんなことはないんですけども、はい、ここの今見ていただいているところからですよね、うん、逆算してしっかり1冊ずつ取り組んでいただければ合格は十分に狙えるかなと思いますので、うん、ぜひですね皆さん英語長文何やろうかなとか、今やってる英語長文ちょっと解説があまり丁寧じゃなくてやりづらいなとか感じられてる方はですね、書店に足運んでいただいて、もう今すぐにでもですね確認していただきたいなと思えるほどおすすめなので、はい、はい、皆さんも使っていただけるといいかなと思ってます、はい、とはいえね今日英語長文ご紹介させていただいたんですけれども、他のね国語とか選択科目とか英語でも他の項目はどうすればいいのって方も多いと思うんですよね。そういう方にですね現在逆転コーチングでは夏からでも逆転合格を目指すための無料受験コーチングというものを行っております。個別で全科目一緒に勉強計画を立てることができますので、実際このままで受かるか不安とかね何すればいいかわからないという方はですね、お気軽にこちらの動画の概要欄の公式 LINE 追加して無料受験コーチング希望と一言だけお送りいただければと思います。はい、はい、ということで本日は4冊に絞ってきましたけれども、伊沢さんもねほとんどやったことある参考書かなと思うんですけど、うん、はい、結構胸張っておすすめできますか？めちゃくちゃ胸張っておすすめできますねいやそうですよね、はい、実際にこれでね伸ばしてきたのが伊沢さんにはなりますので、うん、少しでも信じてね頑張ってほしいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。